私たちの先輩が作った分子で、これの紫外可視吸収スペクトルを測定します。どこの波長領域にそのものが吸収を持っているかっていうのを、その波長で吸収があるときにこのゼロに対してプラスのシグナルが出ます。で今回は800ナノメートルの波長からどんどん取ってて、これは吸収がないんでゼロ。ここら辺を拡大すると分かるんですけど、でもちょうどこの430ナノメートルくらいの光から、ここら辺の波長の光を吸収するっていうことを表していて、スペクトルを見てほしいんですけど、ここら辺は青色と紫から青付近の光を吸収して、でその光を吸収するってことは黄色い色が見えるので、溶液としては黄色、物としても黄色。でも薄くすると黄色も薄くなっていくんで無色に見えます。光を当てると色が変わる分子。あ、ちょっと見える、ね。